この動画は以上の提供でお送りいたします。そんな動画にようこそ。日々膨大な数のアニメが春夏秋冬消費される中、当時話題になったあの作品も、気づけば覚えている人を探すばかり。あい、覚えていますか？それでは今日も出発進行。今回の作品は、記憶と記録のオーパーツ、シリアル、エクスペリメンツ、レイン。シリアルエクスペリメンツレインは、1998年に放映された、全13話のオリジナルテレビアニメだよ。前回取り上げたアニメ、ハイバネ連盟を含めた諸作品へ繋がる、上田康幸プロデューサーと阿部義俊が、初めてタッグを組んだタイトルだね。ご覧の通り長い題名なので、ネットではフルタイトルよりも、レインという略称で見かける人が多いんじゃないかな。現在までリメイクや現行シリーズが続くビッグタイトルが、長く軒を連ねる、90年代アニメという魔境のるつぼにおいて、この、シリアルエクスペリメンツレインは、名は体を表す通り、実験作品、として最も突出していると言って過言ではない。21年前にテレ東の深夜枠で放送された今作は、映像、音響、ストーリーすべてに漂う陰鬱さと難解さに、当時からすでに CM で公式に、カルトアニメ、と呼称されるなど、商用作品でも稀にしか見られぬ、アンダーグラウンドを地で行くアニメ。しかし、今でこそ、現実と仮想現実、それに伴う自我のあり方、という一般化したテーマが根底にありながら、他作品とは全く異なる独自性で展開される、レインの世界観は、作中で登場する、架空のコミュニケーション用電子端末、ナビ、や、それを用いて接続するインターネット、ワイヤード、といった IT インフラが、今日におけるスマートフォン、VR、MR などの現代技術を想起させる点も相まって、ある種の、未来予想図、としても評価されているんだ。舞台は、90年代の日本、物語は、毎回、プレゼント、デイ、プレゼント、タイム、という、男の言葉と笑い声、入力画面、テレビの砂嵐を挟んでから始まる、人々の行き交う夜の雑踏に、少女のか細い声が問いかける。どうして、どうして来ないの、こっちへ来ればいいのに、援助交際の影も見える繁華街の夜闇に、一人息を切らすメガネの女学生。一緒に幸せなところへ行こうよ、と女子高生にまとわりつく男が見える一方、少女はとあるビルの屋上まで行き、柵の向こう側に立っていた。メガネを外し、ゴムで束ねた髪も溶け、開放的に風を受け、彼女は飛び降りた。笑みを浮かべ、カバンだけを残して。場面は、昼間の住宅街に張り巡らされた電線に、ほぼ白黒に近いほど極端に明るい、誰もいない路上には、低くうなるような音に、無数の人間の喋り声が混ざり合っている。一軒家のドアが開き、一人の少女がたどたどしい足取りで階段を降りた、制服に身を包んだ彼女の通学路では、電車の中であろうと、外の電線から、謎の低音と誰かの喋り声が一番大きく聞こえている。少女は思わず文句を口にするが、電車内では線路を走る列車の音以外、騒音を立てるような人間はいなかった。学校で少女が席に着くと、クラスメイトの女子、ジュリが後ろの席でひどく泣いている、気にせず教科書を取り出していると、それを慰めていた子、アリスから声をかけられた。レイン、あんたんとこ、来なかった？少女、レインが何かと聞くと、ジュリには、よもだちさからのメール、が届いたのだという、先日渋谷で飛び降り自殺をした、同じ学校の別クラスの女子、死んだはずの彼女から、何人もの生徒にメールが送られているというのだ。突拍子もない話だからか、レインはあまり表情を動かさなかった。その日の授業中、彼女は奇妙な幻覚に襲われる。低くうなるお父さんに、夕方頃誰もいない家に帰宅するレイン。自室に入り、ふと机を見ると追いやられた子供用のナビが見えた。ベッドに腰掛け一息つくが、学校での話を思い出してナビを引っ張り出す。起動し、ID を入力し、ボイスパスワードで認証すると、レイン宛にメールが届いています。久しぶりに起動したナビには、あの、よもだちさからのメール、
が届いていた。描写が細かくなっちゃったね。あらすじを見ての通り、このシリアルエクスペリメンツレインは、日本に住む中学2年生の少女、岩倉レインの生活が、死んだはずの知人からメールが届いたのをきっかけに、ネットを通じて尋常ならざる者へと生かしていく物語なんだけど、この作品の質感は、静止画と実際の映像ではかなり印象が違う。あらすじだけ聞けば、死者からのメッセージという始まりから、よくあるキャッチーなホラーのように思えてしまうかもしれない。だが、極端なハイコントラストで彩られる現実感の薄い風景に、BGM がほぼない。環境音やノイズの静寂で包み込む音響、そして途中から追加される加工された実写素材も相まって、このアニメには、冒頭からえも言われぬ、異様な雰囲気が漂っているよ。今回流してるサントラの曲も、本当にほぼまともに流れないよ。そのような超現実的にも思える、スタティックな作風の一方、物語には夜道に紛れて行われる、派手な容姿のギャルによる援助交際や、違法薬物とハッカーの横行する、アナーキーな若者たちが集うディスコなど、80、90年代当時の生々しいアングラ側面もふんだんに盛り込まれている。当時では前衛的な映像表現で映されゆく、あくまで当時が土台になった世界観は、役者たちの演技も加味されて、エンタメ感の薄い、仮想現実、のような趣を感じさせるんだ。しかし、ここまで聞いた時点では疑問が浮かぶだろう。インターネットの個人使用率が1桁台の時代に提示された、IT インフラに対する先見の明。企画制作当時、スタッフが実際に体験していたアングラ界隈の空気感、これらがあったとしても、他のサイバーパンク作品と一体何が差別化されるのか、その答えは、この、シリアルエクスペリメンツレインという、一連の実験に貫かれた、ストーリーの中に存在しているよ。実のところ、シリアルエクスペリメンツレインは、90年代に放たれた作品群の中で、とりわけ、アニメ媒体が最も知名度が高い。レインとはアニメ作品である、と認識している人が多いかもしれないが、この作品は上田 P によって原案が持ち込まれてスタッフが集められ、初めに企画されたのは初代 PS 用ソフトとしてのゲーム媒体だった。今日ひっそりとその名を轟かせることとなったアニメ媒体は、この PS 版ゲームの販促目的という名目で制作されたものなんだ。そして、このアニメ版の放送前にはソニーマガジンズの雑誌、月刊 AX にて雑誌連載も決定し、ほぼアニメ放映と同時期にアニメ版、ゲーム版の中間に位置する3つ目のオリジナルとして展開された。そう、このシリアルエクスペリメンツレインという作品は、アニメ、ゲーム、雑誌連載という当時ではまだ珍しかった。マルチメディアによる3つの顔を持つ作品群なのだ。ちなみに、一番早く企画されたゲーム版ですが、結局世に出たのは、雑誌連載、アニメ、ゲームの順番でした。しかし、媒体によって語り口こそ違えど、作品に通底するテーマは全く変わらない。それは、ネットワーク社会における、自己認識に対する問題定義、だ。例えば、岩倉レインという少女がいるとしよう。ある記録では、彼女は女子校に通う内気な中学生で、物事に関心が薄く、周囲よりも少し痛い気な印象を受ける、幻覚症状があるが、他人にその事実を共有せずに過ごしている一方で、むしろ周囲の人間が次第に別人のようなレインを目撃するようになる。またある記録では、小学校高学年から幻覚や悪夢に悩まされ、親に連れられてカウンセリングを受ける女の子で、年相応の精神年齢でありながら、非常に高い理解力を持っているが、身を置く環境によって情緒が揺らぎやすく、自分と瓜二つの幻覚を見ている。そしてある記録では、ワイヤード黎明期から存在する正体不明のネットロアとして、レインという名前と存在が一人歩きしている。さて、今説明された岩倉レインの説明のうち、どれが真実でしょう？どれがフェイクで、どれが岩倉レイン本人そのものなんだろうか？正解は、岩倉レインに関する情報なので全て正解、でした。いやー、人を食ったような答えと怒らないでほしい。シリアルエクスペリメンツレインでは、これを大真面目に考察しているからね。先ほど並べていた、レインに関する情報は、最初がアニメ版、2番目がゲーム版、3
3番目がどちらの本編でも提示される情報なんだが、つまり、アニメ版だけ触れた人はそのようにレインを紹介するし、ゲーム版だけ触れた人は、そのようにレインについて語るだろうし、詳しい人とかは、3番目のように岩倉レインを紹介するだろう、という話なんだ。この現実世界において、私たちは、岩倉レイン、という生身の少女に出会うことはない。こっちの世界じゃ、彼女は二次元的な存在でしかないからね。ところで彼女についての情報に触れうるのは、先に紹介した三つの媒体だ。本人に接しようがない私たちは、当然ながら彼女について記された情報をもとに判断する。一回はあるよね。知らないものについてググってウィキペディアにたどり着く、とか。知らない場所や、知らない人間についての記事を読み漁る経験さ。そういうたくさんの情報に触れた結果、私たちはその場に行かずとも、人に直接会わずとも、特定の場所や人に関する詳細な情報、歴史や性質、思想を理解することができる。詳しく漁れば漁るほど、さながら直接会ったかの勢いで理解を深められる。シリアルエクスペリメンツレインというのは、どの媒体においても、岩倉レインという特殊な症状、主人公という主軸に据えて、本人の視点から、彼女の体験する日常が進んでいく経過を見せていくことで、岩倉レインという人間が、何を感じ、何を良しとし、何を考えるのか、それらの情報を、ひたすら視聴者の中で蓄えさせていく構造をとっているんだ。我々視聴者やプレイヤーが、シリアルエクスペリメンツレインを見れば見るほど、現実にはいない、岩倉レインについての詳細な個人情報を知ることになる。しかし、当たり前だが作中世界では岩倉レインは実在する人間だ。アニメ版、ゲーム版ともにレインはふとしたきっかけで、ワイヤードというネットワーク空間、そしてそこに接続するためのナビについて、あまりある才能を発揮し始め、ネット上のコミュニケーションにのめり込んでいく。そんな環境に身を置いた人間が必ず出くわすものを、現代を生きるみんなはもう知ってるわずだ。離れた人間と繋がれるリアルタイム、コミュニケーション、スペックに依存するネット上の顔、アバター。大量の情報が繋がり、錯綜する中に生まれるデマゴーグ。様々な場所へ繋がれる情報社会を悪用する、不可視の人間たち。レインはネットを介して、コンプレックスを抱えていた生身での、コミュニケーションから解放される一方で、当初から悩まされていた、他者に観測される知らない自分。レインは本当はこういう人間なんだ、という、自分にまつわる多くの情報に、苦しめられることとなるよ。このように、作中の現実世界で岩倉レインという少女が、現実世界の今いる自分、ネット上に横行する情報としての自分、の、二つの側面で、文字通り、精神分裂、のような成長体験をしていく様子を、作品として受容していくのが、我々視聴者の立ち位置なんだよね。だが、そこに作中で出てくるある思想が、こちらへ一石を投じてくる。それが、意思とデータがあれば存在は確立できる、というもの。これ、ネットの世界が現代だと不均なので、そこから導き出される道筋がピンとこないかもしれないが、ネットワークにつながるコンピューターのための命令設計、計算機によるプログラミングというものが、数理学や工学に基づくからこその思想だね。この思想は、今の時代だととってもわかりやすい例があるよ。まず、データを用意する。名称、体のデザイン、外見や能力の設定。どんな性格か、好きなもの、嫌いなもの、ありとあらゆる精神の設定、データが揃ったら、その存在として振る舞う意思をセッティングだ。レインの作中でもあるようにプログラミングでそれっぽくしてもいいけど、楽なのは、生身の人間が代行することだ。側はできてるからね。おめでとう、これで、存在、ができたよ。あとはこの出来たてほやほやの、存在、を見てもらおう。これ、つまりは一時創作的な行いだから結構当てはまるもの多いんだけど、現代だと、バーチャル YouTuber が思いっきり実証してるんだよね。たくさんいらっしゃる中で、ここのファンも少なくないと思うんだけど、存在、感じてるよね。その、存在、として、君たちは応援してるもんね。そんな君たちの体験を踏まえた上で、もう一度、レインの物語を考えてほしい。
架空の少女として、視聴者やプレイヤーはアニメ、ゲームといった媒体から、岩倉レインの詳細な情報を手に入れ、蓄積されていく。入手できる情報は全てが明快なものではないため、我々はそこから、岩倉レインという存在の実態について考察することになる。先に述べた通り、媒体によって彼女が辿る軌跡は異なるが、人の考えも千差万別のため、人の数だけ解釈は分かれる。そうして最終的に視聴者らとプレイヤーたちは、彼女の行く末を見守った結果、画面から自分に向かって語りかけてくる岩倉レインを見ることになる。この、シリアルエクスペリメンツレインを体験した人間が、感想で恐怖を口にすることが多いのは、冒頭から、人は最初からネットワークで繋がれている、と述べながら、最後に、本当に作品の方が体験者の現実を犯してくる、からなんだ。作品の本編で、散々現実世界とワイヤード世界が混同していく様を見ていたのに、最後の最後、今まで自分が作品を観測していた行為そのものが、ネットワークを通じてレインと繋がる行為だった、と、気づいてしまうんだよね。前回紹介した、千年女優、のコンサトシ監督なども、現実と虚像の混じり合う作風で有名ですが、あれはあくまで、作品内の出来事、を鑑賞し、感情移入しているに過ぎない。レインは、作中での論議や出来事として線引きされているはずの境界が、あたかも作中同様に崩されていくような、体験、をさせてくるところが、作品体験としての、肝となっているんだよね。それまでの作中での論議を、自分なりに噛み砕きながら見ていた人間に、作品を通じて岩倉レインを知り、自分はその存在を認識してしまった。存在を認識してしまったのであれば、もはや自分の中には確実に彼女は存在する、そういう認識に行き着かせてしまうのが、この作品の独自性であり強みなんだ。そのため、特にアニメ、ゲーム媒体での、レインは、感受性の強い人間にとって、かなり厳しい内容の作品です。まあ、見たものに対して資料や考察を探すのも苦じゃない。人間以外にも、純粋に不気味だわ何言ってるかわからないわで、厳しい作品です。ぶっちゃけ好き嫌いが分かれる、どころではなく、自力で消化できるかどうかが、好き嫌いの分かれ目ぐらいはあるよ。そうと分かっててなんで進めるのかって。君にも、共有してほしいからだよ。本当にこれ、少なくともアニメとゲームの二つに手を出さないと、ストーリーの理解もテーマの消化も難しい作品なんですが、その代わり、終わりのない精神に関する哲学的命題と、実際問題キャラとしての終わりがないレインという存在がもたらす、他作品では味わえない読後感は、癖になると病みつきになります。設定の完成度がすごい、というよりは、単に精神に関する分野や、ネットワークの未来を取り上げるだけでなく、観客を力ずくで巻き込みつつも物語として筋が通ってて、破綻していないところに、強く感動したんだよね。しかもストーリー上の回答は、明瞭な説明ではないため、ここまで人の考察を漁ってて楽しめる作品もそうそうないぞ。個々人それぞれが納得するためのレイン感を持つ、そんな作品構造を、ぴったり表す本作品の代表格的なフレーズは、私は偏在する、本当に、な話題を表すとはこのことだ。それでは、全体的な物語の概要を話したところでアニメの話に戻ろう。作品の登場人物たちの印象を支えているのは、生々しい演技の役者たちだ。主人公の岩倉レインを演じるのは、当時本当にアニメ版レインと近い、中学3年生だった、清水香織さん。よりにもよってこのレインが声優初挑戦だったため、全く聞き慣れない専門用語、果てには英語の歌詞まで歌うことになるが、結果的に彼女の声は、特にアニメ版のレインの純粋さに説得力を出してるよ。作り声ではない、地声の年頃の声、という、奇跡的なマッチングが、カルト的とも言える、レインというキャラの人気の基盤となっているんじゃないかな。アニメ版はレインがキャラとして好きになれるかが、肝なところあるからね。サブキャラで非常に特徴的なのが、小さい子供の役に対する子役の起用だ。アニメ版では、3人の小学生トリオがサブキャラとして登場するんだが、この3人すべて、おおむね同年代の子役が声優を務めているよ。ほぼモブで登場する幼い子供も同じくリアルな子役による演技。これは大人向けのドラマが主軸にある話では、
子供は子役の俳優を呼ぶという、音響監督の鶴岡陽太氏の方針によるキャスティングだよ。このあたりは、今のアニメに慣れていると特に気になるんじゃなかろうか。一方、大人のキャラでも面白い配役がある。それが、作中のクラブ、サイベリア、にいるハウス DJ のキャラ、JJ。彼の声優を務めるのは、近田和星さんという本業の声優さんだが、別名に、DJ 和星近田、としても活躍する、ゴリゴリのクラブ DJ なのだ。今作では、役どころか実際にデューベイサイベリアミックスという、オープニングアレンジも組み上げ、彼のトラックも加わった公式サウンドトラックまで発売されております。近年だと作中キャラによる作編曲の楽曲が発売されるのは珍しくないけど、音楽がメインに座ってない作品で、こういう展開は面白いよね。しかし、それ以外にも声優面では聞きどころがいっぱい。レインの家族には、大林雄之介や五十嵐麗に川澄綾子がいるわ。途中から出てくるメン、イン、ブラックの声は中田ジョージと山崎匠海だわ。そんなに出番のないちょい役が千葉茂だったり、モブにちょくちょく若かりし成田健が転がってたりと、今では中堅、ベテランになっている人たちの演技もゴロゴロしております。個人的には、作品のテーマの都合上か、名前のないモブによるシーンか、かなりの迫力を持って演じられているため、非常に聞き応えのある演技としておすすめしたい。響き渡る本気の叫び声から、なんとも居心地悪くなるような小声の独白まで、隅々にいるたくさんの人間の演技というものは、本作に欠かせない要素だと思うからね。さて、世界に生きる人間に命を吹き込むのが声優なら、その世界そのものを整えるのが制作スタッフたち。原案は前述した通り上田 P だが、印象深い阿部義俊氏は、この、レインの企画で、上田 P によって見出されたよ。レインをはじめとするオリジナルのキャラクターデザインのほか、作中に出てくるナビ端末など、機械類のデザインも担当。それらをアニメの絵に落とし込んだのが、キャラクターデザイン担当の岸田貴博氏だ。単純にデザインだけではなく、アニメの作画も手掛けているその作業は、アニメキャラとしての強めの個性と、画面の作り込みに現れているよ。彼らによる映像と音楽を、スタジオジブリでも欠かせない瀬山武史氏が一つの作品として編集し、アニメのシリーズ構成と脚本を、日本におけるホラーの申し子、小中千秋氏が手掛け、これらすべてを中村雄太郎監督が統合したものが、アニメ版のレインだ。マッドハウス出身の監督による絵コンテや演出へのこだわりは、ストーリー担当の上田 P や小中氏をうならせるほど、強い説得力の源、当時のネット環境をよく知る上でテーマや表現を妥協しない。三者三様の、機械好きな表現者、たちが集った結果があれだよ。ちなみにスタッフについては、これ以外にも変わったところがあり、生地機械に強い人間が多数いたもんだから、本編で使用されている、実写素材の映像部分を、なぜか上田 P や小中氏が撮影と編集加工をしていたり、各話のエンディングクレジットでのスタッフ欄をしっかり見ていると、誰がどこを担当しているのかちゃんと書いてあるので、気になる人は、エンディングを飛ばさず見よう。ところで、アニメ版のレインは好んで見る私ですら、かなり不親切なアニメ、と思うけど、監督のレインに対する解釈や、企画の順番が、2番目だったこともあり、数あるレインの中では、わかりやすい物語に仕上がっているんだよね。そう、ただでさえとっつきにくいアニメ版のさらに上を行く不親切のゴンゲ。それこそが、最初に企画されたゲーム版。もとい、通称 PS 版と呼ばれるレインだ。パイオニア LDC から98年に発売された本作は、サイコストレッチウェア、という、上田 P が器用に紹介するため適当に名付けたジャンル名からすでに怪しさ満点だが、流通数が少なかったにもかかわらず、2019年現在まで、うつゲー、という分野において、知る人ぞ知る作品となっているよ。つい最近にも、ネット上の某紹介動画で取り上げられていたね。こちらは前述した通り、アニメとは違う岩倉レインの物語が展開していくけど、根底にあるテーマは同じものでも、さらに悪の強い作品へと仕上がっている。理由の一つは、そもそものゲームとして備わっている仕様の面。PS 版レインは、最初に企画されたものでありながら最後に世に出た物語だが、大前提として、このゲームでプレイヤーが触れるのは、プラットフォーム、と、データの山、だ。起動して名前を入力すると、岩倉レインと同じ顔をした少女型インターフェース、ペルソナがプレイヤーを迎えるが、実際に操作してみると、
画面上に音声データや映像ファイルがバラバラに散らばっている。データを選択すると再生、終了、タブ検索によるリンク飛びができ、それによってプレイヤーは、何らかの事情でカウンセリングを受ける少女、岩倉レイン、と、彼女をカウンセリングすることになった新米カウンセラー、米倉透子、という、二人の人物にまつわる記録に出会うこととなるよ。データを閲覧していくと、それを再生するためのアプリのアップデートや、さらなるデータ解放のためのゲートキーの取得も加わり、プレイヤーは蓄積されたデータの、より深層へと進んでいくこととなる、というのが、この PS 版レインの仕様なんだが、先ほど申し上げたアプデやキー取得などは、別に特殊イベントが発生するわけでもないので、そうだね。ぶっちゃけゲームと言っていいかギリギリだね。公式の攻略本すらそう言ってるからね。しかもこの上、操作のレスポンスは激烈に悪く、ソフトの状態によって、再生音声の音飛びも発生するもんだから、きっと想像以上のプレイ体験だ。携帯としては、PS じゃなきゃむしろインスタレーションと言って良さそうな作風なんだが、困ったことに、そして恐ろしいことに、これはギリギリでエンタメ作品と言える、というのも、これはゲームとして考えると仕様の意図がわかりづらいが、レインという作品においては、最もそれらしいスタイルなんだよね。思い出してほしいのは、この作品の一番の肝が、本当に作品の方が体験者の現実を犯してくる、ということ。PS 版レインの物語の展開の仕方というのは、順に物語を追わせるのではなく、あえて時系列もバラバラに、情報の欠片を散りばめて拾わせる展開で、これはつまり、プレイヤーという第三者のピースがなければ、そもそも物語が完成しない構造になってるんだよね。あくまで膨大な情報でしかない各種データを、プレイヤーがゲーム上で、収集し、記憶し、整理して内容をつなげていかなければ全容が見えてこない。まさしく記録の、再生者、そして、体験者、として、プレイヤーを、必要としている作品なんだよね。その上、こちらの PS 版レインの作風は粉かち飽き四白、サイコスリラー、データが増えれば増えるほど、何が事実なのか謎が謎を呼び、理解できていると思っていたものは、一線を越えた未知の存在になっていく。そして、最後までやり遂げた人間には、ご褒美、が、こんな感じなもんだから、アニメ版以上に PS 版レインは人を選びます。こっちは本当に、資料集めが苦にならない人じゃないとやりきれないんじゃないかな。ちなみに、このゲームの悪が強いもう一つの理由は、企画から作中の音声データのシナリオまで、物語の構築のほとんどを上田 P が手掛けていることです。このゲームで一番怖いわ。作中に出てくる医学的な会話は、上田 P がきっちり裏を取って書いているため、実際のお医者さんからも、お墨付きをいただく内容となっております。90年代では、今よりも精神医学の分野はマイナーなので、ちゃんと力を入れて物語を考えていたのが、はっきりわかるんだね。うつゲーの分野では、よく、さよならを教えて、当たりと比較されることが多いですが、個人的には、どちらも並べて比べられるものではないです。そもそも PS 版レインとさよ推しは、作品の構造自体が真逆で、見せ方も全く異なり、さよ推しはゲームシステム自体を悪用した、主観の乗っ取り、によるゲームですが、レインの方は、クリア直前までひたすら物語を、客観視すること、が求められてるので、まあ、どっちも実際やるなり見るなりしないとわからないのは同じだけどね。あと、さよ推しのダウナーな雰囲気が、背景や BGM など設計段階の時点で組まれてるのに対し、レインのダウナー感は、レインと透子のカウンセリングログなどに見られる。努力してるんだけど運びが悪くてどうにも気まずい雰囲気、が主なので。ただ、録音に含まれたノイズ込みで延々とうまくいかないコミュニケーションを、引き続ける行いは、精神的にきついです。本当に、場の雰囲気がきつい。しかし正直言って、ゲーム版レインの凄みは他人の紹介じゃわかりづらいと思うんだ。やっぱり体験がメインだから、こうやって文字で説明しても伝えきれないんだよね。だからこの動画とか、別の動画見て、本当にござるかと思った諸君、ニコニコに意外と多いプレイ動画を見よう。時系列整理など手厚い最古のプレイ動画から、まさかのゆっくり実況まで、スタンスも様々なので、
自分に合いそうなプレイスタイルのものでゆっくり見ていってね。ただ、投稿が古い動画は良くも悪くも一昔前のオタクのノリが強いため、コメント非表示など、人によっては対策が必要でしょう。あ、ソフトはプレミアついてるから実体験したい人は頑張って中古屋あさろうね。さすがの私も実際に実機でプレイしたことはないです。そもそもゲーム機がねえもん。本作は後年のインタビューから、アーカイブスにはしないと上田 P が明言している上、それっぽいものを作ったら、リメイクでも続編でも反抗すよ、とおっしゃられているので、我こそはというオマージュマンは、ぜひとも同人発のレーンに取り掛かってくれ。特に日本国内在住なら、2028年7月6日までの開発、販売がお得？作品についての推しが大体発散されたから、じゃあ関連商品についてでも語るか。ここまでアニメ、ゲームのレーンについての話題だったけど、さて雑誌連載の方はいかほどか、というと、こちらは両者の橋渡し、補完としての立ち位置が強い媒体だよ。阿部義俊によるグラフィックと小中千秋のテキストによる、コンセプトアートに近い見開き紙面のグラフィック、ノベルで、実はアニメ版放送より前に連載が開始された、飛び入りながらも最初に発信された企画のレーンなんだ。兄弟はアニメ版に沿っているけど、後年のゲーム版を、プレイして初めてわかる内容のものもあり、純粋な阿部作画のイラストも相まって、一味違う読み込みが味わえるよ。そんな雑誌連載版レーンを、本来書かれていなかった回の書き下ろしも含めて楽しめるのが、アンオムニプレゼンスインワイヤード、レイン、阿部義俊が主オムニプレゼンス、他媒体で書かれたイラストはもちろんのこと、設定画や秘蔵のスケッチ、愛らしい DVD のおまけ漫画のみならず、書き下ろし漫画までついてくる、本来ソニー、マガジンズから発売されていたけど、現在では復刊 .com にてハードカバーで復刻したものが手に入るよ。同じく復刊 .com から復刊されたものでは、アニメ版脚本を担当した小中千秋氏のシナリオ集。シナリオエクスペリメンツレインザシリーズ、シナリオエクスペリメンツレイン、難解なアニメの読み解きにありがたい唯一の公式ガイドブック、ビジュアルエクスペリメンツレイン、があり、まさしく現代で追っかけるには、復刊 .com に足を向けて眠れない、それぞれに別々のインタビューが載ってるのも注目だ。また、アニメ本編では流れるシーンが限られている BGM だが、シリアルエクスペリメンツレーンには、サントラが2枚存在する。一つは、アニメの音楽担当であり、エンディング曲、遠い叫び、も歌う。中井戸チャボレイチによる、渋いブルースが詰まったサウンドトラック。フルで丸々流すと、アニメ本編のみでは知り得ない楽曲の旨味が味わえるが、エンディング曲のカップリング曲でもあり、最終話の挿入曲でもあるイメージソング。孤独のシグナル、が大変に良い曲なので、それも含めて聞いていただきたい。もう一つは、すでにご紹介した JJ 役の近田和生さんと、おっつかない音楽事情を、裏で支えてきた竹本明さんのコンビによるアディショナル、ミュージック隊、セカンドユニット、によってクラブアレンジされた BGM 集、サイベリアミックス、さながら作中に登場するサイベリアデバを盛り上げていそうな、90年代クラブの雰囲気を、現代にも存分に伝えてくれます。こちらのサウンドトラックはオリジナルのものではなく、イメージアルバムの立ち位置に近い1枚だけど、どうしても陰鬱さが目立つレインのイメージを、良い意味で崩している上、イギリスバンド、ボアによる有名なオープニング曲、トゥーベイ、のアレンジバージョンや、主役の清水香織による貴重な13歳特有の英語歌唱が聞ける、いろいろな意味で、今では聞けないサウンドだらけの1枚だよ。ちなみに、レインといえば、というぐらい知名度が高い、アニメ版の看板となっているオープニング曲、トゥーベイ、は、今では CD のシングルやアルバムを求めるよりも、iTunes ストアなどで購入する方が、手軽に入手できるでしょう。多めにお金を出せば、新品状態のものを確保するのは難しくないですが、出されたアルバムのほとんどが、まるっと配信されております。個人的なおすすめトゥーベイは、アコースティックバージョンだ。逆に昔には出ていなかった、アナログ、レコード版というのも出ているので、欲しい人は、熱意を持って取り組んでくれた、ディスクユニオンに参ろう。
ポアはこの曲で一躍知名度が上がり、アメリカのオタコンでライブもやるほどでしたが、2007年に一度活動休止しており、現在公式ホームページも閉鎖しております。しかし、東日本大震災に関して義援金を募る活動をしてくれていたり、2016年にアルバムをリリースしたり、ボーカルのジャスミン、ロジャース自身の YouTube チャンネルにて、レイン20周年記念のお祝いとして、現在のボアメンバーによる、2018年版デューベイの演奏動画が公開されていたりと、彼ら自身のプレゼント、デイ、プレゼント、タイムを見せてくれています。レインはそのテーマ性ゆえか、海外においても独特な地位を築いており、2010年代後半の、かなり新しい時期に設立された様々な匿名掲示板群においては、多岐にわたる別々の情報を横断する存在、として岩倉レインがアイコンと化し、現在に至るまで、海外アングラネットリーグの、象徴的存在、として扱われているよ。また、アメリカのキリスト教系アニメブロガーたちで運営されている、2010年設立のクリスチャン視点アニメブログ、ベニース・ザ・テングルス、でも、レイン20周年の折に、ボアやレイン本編についての投稿がなされているため、英語が読める人には、海外サイトでのレビューあさりもおすすめだ。しかし、レイン20周年のイベントに関しては発信元の日本も負けてはいない、というのも、先ほど申し上げた2018年版デューベイは、紛れもなく、原産国の、日本で行われたイベントのために実現したものだからだ。そいつは2018年渋谷サーカス東京にて権限したファンイベント、クラブサイベリア、ツイッターの1ユーザー、シオドアシが主催したこの祝祭は、ネット上に集まった一部の有志によって運営されたが、会場の一面にファンアートなどの制作物が集結した空間で、上田 P、安倍氏、小中氏、清水氏という主要スタッフが一堂に会し、本物の JJ による DJ プレイでのイベントタイトル回収と盛りだくさん、細々とやるわずのイベントは、次第にネット上で参加予定者が増加していき、反応した小中氏が、ウェルカムバックトゥワイヤードという、制作当時の回顧録を、ブログ形式で発表したこともあり、最終的にチケットが完売する、一大イベントにまで膨れ上がったよ。現在でもイベントは同主催者によって継続して開催されており、貴重なファンの交流の場として、機能し続けていくんじゃないかな。イベントの模様などをまとめた書籍も予約開始しているので、気になる人は、ネットの海へと探しに行こう。その他、ツイッター上ではこの企画の関連イベントとして、レイン同時視聴会が行われたり、全然無関係に、かようなイベントが行われたりして、このカルトアニメは、意外と楽しい、20周年を迎えておりました。公式の催しでも、デジタル所有権の販売や新たなグッズ展開など、もう正直補足する情報を補足するのが追っつきません。だから、今からでも遅くないよ。レインを好きになりましょう。偏在を確認できたところでまとめに入ろう。今回の推しポイントオープン。現代において未だ古びない、特殊構造の実験的物語。ネットワークと現実社会で哲学を吹っかける大改作群。止めどなく広がり続ける、ネットワークミームのゴンゲ。レインは、キャラ自身に理論として現実世界での普遍性を与えた、非常に稀有な作品と言えるのではないでしょうか。アニメ版のレインは、ジャンルとして SF サイバーパンクに分類できますが、パイオニアたちが開発した世界のように、一般化で新規性がわからなくなる、のではなく、時代が進むほど物語が身近に感じられる、点が、唯一無二だと思います。すべての要素が芸術性に振り切った、弦楽的な作品ではありますが、それがただ混乱させるためだけに作られたものではないことは、カノモンキー、パンチ先生が強く推薦し、第2回文化庁メディア芸術祭にて、アニメーション部門の優秀賞を獲得している事実が、証明しております。特に、鳩抜群や、人間の認識を扱った一部の SCP 作品など、ネットミームを利用したものが好きな人は、間違いなくツボのわず、未だに私たちがレインに振り回されているのを、偉大な功労者の一人、中村雄太郎監督も、偏在の片隅で笑ってくれていると嬉しいね。普段考えもしない、現実の土台を揺るがしてくるレインの哲学的テーマは、今更ネット社会とのつながりを、切っても切れない現在が続いていく限り、岩倉レインの顔をして、私たちに問いかけ続けることでしょう。それではここまでのお相手は、
ゆっくり霊夢でした。また次のアニメ推しで会いましょう。じゃあ、さよなら霊。一つ、忘れられない思い出があって、最終回リアタイして、そのまま3日ぐらい放心状態だったんですけど、そしたらたまたま母親が、リンゴを買ってきたんですよね。生のリンゴを、丸々一つ。それやるから食っとけって言われまして、運命の果実をもらうだなんて、ちょっとできすぎだろって、思いましたね。